ここは1990年代か RSTZ 往年のツーストレーサーが全力で走るクラス GP。 炎はフランスで見た日本製のマシンたち、そして人、最高すぎます。圧倒的な新人の方々に涙します。バイクは日本の誇りです。この爆音ザ・バイクレースです。そしてレースにつきものな、ルマン24時間耐久レースが行われるフランスルマンブガッティサーキット。ピットでは24時間耐久レースの準備が進められておりますが、懐かしい音が聞こえます。あ、RS250、 昔乗りたかった市販レーサーバイクです。1台や2台じゃありません。 RS125、 そして TZ250 までとんでもない数のバイクがいます。日本でもテイスト・オブ・つくばに代表されるようにツーサイクルのバイクレースがないわけじゃないんですけれども、レーサーマシーンばっかりのマジっぽいレースです。しかもアプリリアの市販レーサーバイクまであります。同じツーサイクルでもこの乾いた排気音、レーサーマシーン独特の仕上がりです。 RS125 は私が初めて乗ったレーサーバイクで、私の青春そのもののマシンです。今のね GP3 のこう高サイクル短期間の音とは断地です。ルマン24時間耐久レースに来てるんですけれども、この閉鎖レースはほっとくわけにいきません。まあなぜ私が一番見たかったりします。このルマンのブガッティサーキット、こんなにたくさんのオフィシャルがいる中でこんな大々的にツーサイクルのレースがあることがすごいです。こんなのレース好きの昔からのライダーなら興味が持たないわけありません。私もねこの閉鎖レースの詳細を調べまくりました。クラス GP 参加台数なんと45台、しかも全部レーサーです。125、250、混走、そして 500cc も1台混じってます。走行終了後早速後をつけてパドック、ちょっと古めのロスマンズカラーのシートが見えます。ホンダ RS250、 この色、このツヤ、もうねタイムスリップしたようなマシンです。モテギのホンダコレクションホールにあってもおかしくないような綺麗な車体です。車重がちょうど100キロ、そして87馬力当時の価格で170万円のバイクで、本当に憧れてました。当然このマシンは当時のマシンをレストアしたものなんだと思うんですけれども、すごい綺麗でびっくりしました。そしてね、日本との違いはこのフィールドにはプロダクションレーサーがいなくて、ほぼ全部がねレーサーマシンです。クラス GP というステッカーが貼ってあります。タイヤに砂利がついた RS125、 あれ焦げちゃったのかな。そしてねこの方監督さんかなと思いましたけれども、下はレーシングスーツ、ライダーです。マジか、この人転んだんかとビビりましたが、エアバッグ開いて怪我しなかったぜってニコニコしながら言ってました。この笑顔と笑い声、本当に楽しんでらっしゃることが分かります。年齢もね分からないですけれども、相当言ってるでしょうし、もうすごすぎです。ミニバイクでもね転倒したらびっくりするのに、ロードコースでね、しかもレーサーマシンで転倒っていうんだから、結構激しい恥してたんでしょうね。周りもねあんまり心配してないようで、あステップが折れたかみたいな、そんなレベルで、奥さんもねやっちゃったねみたいな感じで笑ってました。日本ではやべえ嫁に怒られるってビクビクしながらしている方々と比べるとすごくいい感じに見えました。手伝いのスタッフもなんかライダーよりも若かったりして、これはねもうライフスタイル、人生だみたいな感じに言いそうないい感じでした。こちらにも RS250 が、またねこうご年配そうなお父さんがライディングしております。今でこそ 250cc って小排気量に当たるかもしれませんが、当時のねツーサイクル 250cc、 しかもレーサーマシンって、ジャジャ馬もいいところで、当然トラクションコントロールもありません。このマシンすごくたくさんハイサイドで飛んでいく人いました。危険なバイクってイメージがあります。このご年配の方々が操るってすごいです。昔ブイブイと言わしてたライダーだったと思うんですけれども、このクラス GP が始まってツーサイクルのレーサーマシンを引っ張り出してきて楽しんでる、そんな感じでしょうか。あとフランス来て思ったのは、サーキットの安全性はすごく気遣ってて、オフィシャルの数がすごいですし、装備品もこのイクソンのエアバッグジャケットをみんな着てました。本当に私このフランスの場で嬉しくて、
この RS125 ってもう日本ではなかなか見ない車両が現役でこんな大事に整備されてて、もう感動したと。それをねフランス人の方々に伝えると、どうぞどうぞってみんなテントに入れてくれて、すごくね優しくしてもらって感謝してます。このね、MotoGP やワールドスーパーバイクでもヨーロッパのバイクがこう主流になりつつある中で、このヤマハとねホンダのバイクがこれだけみんなに愛されてるっていうのを感じると、本当にねもう身震いがするほど嬉しいです。私でっかい声で喋ってると、なぜかねみんな集まってきます。この辺2001年以降の RS250 なんかはもう4サイクルに全体的になっていくということが分かっている状態の中で販売されてて、 ST600 の登場で GP250 の参加台数も減っていて、あまりね馴染みがないんですけれども、まさかここでねこうじっくりとまじまじと見ることになるとは思いませんでした。このクラス GP、 あくまでもこう FIM とか公式な選手権ではないにしろ、情熱のある主催者さんがいらっしゃって、そしてこの2サイクル愛好家がまあヨーロッパ中から集まってレースをしている、もう素晴らしいの一言なんですけれども、私もね主催者の端くれとして大変さが分かってるだけに本当尊敬します。主催者の2人です。ワールドグランプリへの情熱がすごいです。炎が見たイケてるなって思うライダーをちょっと訪ねてみました。まずゼッケン1番の RS250 アンドリュー・ソフォードさん。もはやこの光景は1990年代の2サイクルの整備場そのものです。エンジンが開けられ、シリンダーが外され、マシンのチェック、そしてねメンテナンスがされていました。これソフォードさんのピットだけじゃないですよ、みんなやってました。そしてね90年代2000年前半は2サイクルのバイクを触ってる人はみんなやってました。もう今じゃね考えられませんけれども、2サイクルっていうのは現場での作業がすごく多くて、もうそうしないとねエンジンがまともに走らないどころか壊れちゃうんで、現場で、大変だったことを思い出しました。今でもねそれをやってらっしゃるっていうことがすごいなと、こう部品がないっていう風にして嘆いてましたけれども、それにしてもルマンのブガッティサーキット結構スピード出ますんで、そこでねエンジンを消耗しながらレースをする、そしてねこの場所が日本じゃなくてフランスだっていうことがまたさらに衝撃的です。そしてライダーも僕らの同世代からちょっと上の60ちょっと過ぎかなっていう方々まで参加してらっしゃる、この参加者の年齢の幅広さ、やっぱねレースの本場はヨーロッパだなと感じました。そしてこの85番の選手、エティエンヌ・ユオン・ドゥ・ペナンスターさん。この2サイクルのマシーンでなんとあのマントー TT にも出場していらっしゃるそうです。コースサイドで走りをじっくりと見ていましたが、やはり2サイクルバイクはエンジンの特性上バッチリの状態にセッティングするまでにやっぱ時間かかります。最初はねみんなギクシャクしてて、エンジンのつきや伸びをね確認してます。そのためそれまで走りに集中できないというか、今のマシンのようにでクランク状態で開け口からトルクをかけていくようなことも皆無です。コーナースピードを上げてパラパラとパーシャル状態のところでコーナーを抜け、コーナー出口でバイクを少し起こしてパワーバンドを使い一気に加速していきます。今のインジェクション4サイクルマシンと違い、キャブセッティングやギアが合わないと全然加速しないし、タイムも全く出ないですからね。そしてセッションの合間合間にエンジンを開けて焼けがどうだとか、シリンダーに傷が入ったりとか、そういうのを見て頭悩ませてたのを思い出します。そしてここにもまさにその状態の方が Looking OK? OK? Look こんにちは。Looking OK? Many modify? You shouldn't show this because it's naked parts.And I broken. Just a nightmare for me. nothing else. Nightmare. Only one lap and just blown the upper cylinder today without understanding anything. So repair. yeah. It should be okay. Should. All right. Enjoy your stay. Yeah.
great to see you. Thank you very much. You're welcome. Yeah. Nankai racing suits. Honda Racing, yeah, Nankai. Racing. Thank you very much. No choice at all. Because he just went away with some deposit of aluminium. And it's dead. So if you don't try anything, you just have to remove something and then put the honing on it, and it's cracked. So the tip isn't. It's like farmer mechanic. I got no choice. Yeah. Very good, very good. All right, thank you. Thank you very much. そしてこのロスマンズ号行ってきました。他の RS250 に比べて随分と古いバイクですので、これはどうしてなのかなと思って、いろいろと話聞かせてもらいました。ライダー？RS？RS250R. Ah. Yeah. Very beautiful. Oh. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah. Very long time. long time you? We are four. Wow. 35 years. Wow. Very, very long time. Thank you very much. Oh, oh, oh. Ah, very beautiful. Warm Honda. Eh? Warm Honda, Louis. Main Honda, main. Main Honda. Honda main. Oh, yeah. Honda main. Thank you very much. ホンダは愛されてます。 This class いろんな国にいるツーサイクル愛好家はもう部品が入手できないらしく、こうして仲間で情報交換するためにもクラス GP に集まるそうです。素晴らしいです。そういう意味では日本でもこういったイベント開催しても良いかもしれませんね。なんか企画してみたいな。ほとんどホンダとヤマハの車両なんですけれども、ここに1台ね、またひときわすごい大きな太い迫力のあるバイクが、これなんと4気筒の 500cc です。 500? わあ、このごっつい太いおっちゃんが運転してます。このね、オリジナルで作ったと言われるフレームであったりとか車両を見てると、もう日本のね、朝比奈さんをこう思い出します。朝比奈さん、こう来たらすごい喜ぶだろうなーっていうふうに思ったりとか。この左のね、ハンドブレーキの雰囲気も朝比奈さんのバイクにそっくりで、もう真似したんじゃないかなと思うぐらいです。 500cc クラスは1台なんですけれども、やっぱりね、1台でも走るっていうか、本当にこうツーサイクルが大好きなんでしょうね。こんなデカデカとこう HRC のシャツを着てる人ってもう見たことありません。それどこに売ってんですかと聞きたくなります。ゼッケン19番、グレゴリー・カフマンさん。なんかね、この方いつもニコニコしてて、いろんなテントでいろんな人とゲラゲラ笑い話してました。こう目が合うとね、すごくこうニコッとしてくれるんで、おそらく相当長くクラス GP に参戦してると思うんですけれども、もうパドック中がみんな友達みたいな雰囲気で、なんとなくこういつもね、股間がもっこりしたあのジャージおじさんみたいな、 HRC おじさんなんて言ってましたけれども、すっごくいい人で、ニコニコねバイクのことを話してくれました。結構ね、長いこと話して仲良くなったんで、エトワールステッカーをあげたら、なんと車に貼っていただいて、なんか恐縮です。
Many many old man ride. Many many old man. Alors, ça veut dire quoi, quoi? Man. Bertin. 今こういう押し掛けなんてなかなか見ないですよね。昔はもうこれが当たり前だったんですけども、お父さんたちが押すから力が足りないのか、なんかこう力が弱くてエンジンがかからないんですけれども、プラグかぶったかなとか何かなとかっていう光景もう今最近じゃほとんど見なくなりましたね。ハロールッキングオーケー。そしてこのマシン、アプリリアです。アプリリア独特のサイドキャブレーターで、イタリア製ですので、まあ、部品も入手しやすいし、ヨーロッパでは主流なのかなと思うのですが、まあ現状エントリーは6割ホンダ3割ヤマハという感じです。なんでもセッティングが難しくて、そして壊れて部品が高いということで、確かにこの44番も調子悪そうでした。ライダーこのイケメンおじさんもちょっと離れたところではめちゃめちゃ悩んでて、ちゃんと走らないと悩んでました。そしてこの79番、アプリリアの RSW というバイクです。まあ、最新型のね、最新って言っても古いんでしょうけど、新しい型のアプリリアで、これはね直線がすごい速かったです。それこそもしかしたらワークスマシンとかそういうのがね残ってて持ってきてるのかもしれませんよね。めちゃめちゃ綺麗な。さて、先ほど押し掛けしてたバイクも無事エンジンがかかり、話してたら、なんでもガイ・ベルタンという方、伝説のレーダーがいるから話してみなと言われて、レジェンド、レジェンド、レジェンド、ああ、メニューすごい、メニューすごい、テンヤすごい、テンヤすごい、with Honda CB750. Oh yeah, yeah, yeah. CB750. Yeah, yeah, yeah. 30 years ago. Yeah, yeah, yeah. Wow. Nice to meet you. But in 85, I win the 24 of the Le Mans. Yeah. Le Mans. I win this race 24 in 85. Sorry. 85. With the Suzuki. With the Suzuki. Oh. Here I win the GP race 79 with a motobécane, French motobécane. Oh. I win the GP Grand Prix. This Le Mans. Oh. 79. I have long. I have 70 years. 70. Yeah, yeah, yeah. Yeah. I'm surprised. Many old men, yeah. And old bike, enjoy people. Yeah, yeah, I'm happy looking. Yeah. You live in Japan? Where do you live? Yeah, me, broken bone, finish. 8 years ago. Okay, yeah. But is Japanese then? Yes, yes. Okay, yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, thank you. In 83, yeah. I finished second at the Suzuka 8 hour. Oh. With the Honda official. Oh. Factory bike. Oh. Yeah. Today? Riding? Now second. I am second. Now, but I finished second at 8 hour of Suzuka in 83 with Honda. Oh, 83? Yeah, 83. With Honda first model in Voom. Yeah, yeah, yeah. Many years to go. Many, yeah, yeah, yeah. Huh? Thank you very much. Thank you very much. 土曜日の午前中に最後のレース2がありました。
一気に更新していく姿は素晴らしいです。この中のほとんどのライダーと言葉を交わしたと思いますが、みんな目を合わせてくれます。白煙のオイルの匂いも感じることができますが、多分こうガソリンが違うのか、日本のそれとは随分と違う匂いしてました。なんだかんだで水曜日から走行があり、土曜日まで4日間、このイベントに参加している時点で結構時間に余裕のある方々だろうなと想像しますが、私もちょくちょくとパドックに顔を出してたので、これが最後と思うとなんだか寂しい気もします。多分俺この人はみんな8割ぐらい気の喋ったもん。俺このクラス GP を見て、改めて当時の日本の技術力は高かったんだなと心の底から誇らしい気持ちになりました。日本のホンダやヤマハのエンジンは壊れない、だからこそ20年以上前のバイクがこんなにガンガン走れてレースできるんですから、本当に尊敬と信頼があるんだと思います。私フランスでフラフラしてても本当に嫌な思い一度もありませんでした。それも先人の方々のいい仕事があったらこそなんじゃないかなとつくづく思います。レース2が終わるとみんな片付けが始まります。今回フランス、ルマンにいましたけれども、びっくりしたのは本当にレースが終わった時にもう観客も含めて片付けして帰るのがみんな早い早いで驚きます。バイクの上にトロフィーが乗ってるバイクはレースでいい成績を収めたんでしょう。85番のティエンヌさんもあれだけナイトメア悪夢だなんて言ってましたけれども、トロフィーをもらってるということは表彰台に上がったんでしょう。あー、いや Thank you You're welcome. See you next year. Sure. Yeah. Great. Great to see you. Yeah, yeah. 初日こけてエアバッグが開いたって言ってたムッシュのところ。あ、oh, yeah, thank you. Thank you. Bonjour. Bonjour. Je vous demande l'adresse de Hawaii. あれ What is the What is your address of your YouTube channel? Yeah, yeah. Shintaro Nakayama. なんか体に巻いてる。H I. Shintaro. Yeah, Shintaro. Ah, Shintaro. Shintaro. Like the beer. Shintaro.しかも2人、もしあの時の赤旗は仲良さそうですが、なんか罰が悪そうです。ポケて怪我してるおじさん2人、なんかとってもシュールです。He's a warrior. Next year. Next year, repair. He's our warrior. レースが終わればビール片手にお疲れさんです。なんかチームでね、参戦を楽しんでますよね。リペア、リペア、next year。怪我しても楽しんでます皆さん。素晴らしいみんな笑顔で。Facebook。どけ。friend。What? Thank you. Japanese word. Yeah. Merci. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Ah.Yeah, yeah, yeah.